先ほど中国の習近平主席と電話による首脳会談を行いました日本の首相と中国の主席が電話会談を行うことは初めてのことでありますがこれはまさに日中関係の改善が進んでいるということそして北朝鮮のような課題について国際的な課題についてともに 緊密に連携を取っていく電話会談を行い連携を取っていく姿を国際社会に示していくということは極めて重要であるという考えで一致をいたしました、まあ、本日は北朝鮮の問題そして日中関係についてお話をいたしました先般の反問点宣言において完全な非核化 が盛り込まれたことを評価するということについて習近平主席と一致をしたところでありますそして累次の安保理決議をしっかりと実行していくことは極めて重要であるそして実行していくということについても習近平主席と一致をしたところであります北朝鮮が 具体的な行動を取りよう国際社会と連携し強く求めていかなければならないと考えています私からは北朝鮮が核ミサイル問題の解決に向けて進み出したことについて中国の働きかけに対して主席の働きかけに対して改めて 敬意を示したところであります今後とも日中で連携をしてこの問題に対応していくということについても一致をしたところであります昨年ベトナムのダナンにおける首脳会談新しいスタートとなったという認識を習近平氏と共有しているところでありますがまあ今月 李克強首脳レベルの往来を契機に日中平和友好条約締結40周年の本年あらゆる分野における国民同士の交流を飛躍的に拡大し新しいスタートを切った日中関係を次なる段階へと ま控えていこここううということとででも一致をしたところであります、えーまあ、今,今回、まあ、初めての電話会談となったわけでありますが、まあ、このようにさまざまな課題にまさに地域の平和探偵に責任を有する両首脳が意思疎通を図っていくということについても一致をしたところでありますが今後ともこうした機会を捉えて日中関係を緊密にし関係を発展させていきたいとこのように思います。